日本愛知県岡崎市羽町羽町は愛知県岡崎市の町名。定番を持たない単独町名であり、19の小技が設置されている。岡崎市所管内に位置し、東西2つの飛び地に分かれる。東側は、宮井町、緑ヶ丘、庄寺殿、羽東町、羽北町、戸崎町、吹ふき町に接する。西側は、羽北町、羽東町、 柱明けの、柱町、柱、羽西新町、羽西、中田町、戸崎町に接する部分と、上屋田町、城南町、江口、中田町に接し、西側を浦部川が流れている部分が、JR 線のガード部分を介してつながっている。2019年5月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の、 水市立小中学校及び県立全日制高校普通科に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた軍羽村を前身とする。地内のあずき坂は二度のあずき坂の戦いの舞台となった。戦国時代、もしくはそれ以前と思われる領主の名が記された古文書がある。別の古文書によれば、天文九年に小田家が安城城を攻撃した際に、城主、 松平広忠に味方してよく戦った松平忠治に褒相として与えられる。さらに別の古文書によれば天正五年に徳川家康が松平相に与えた。また、当時は羽里と称した田中義政の支配を経て岡崎藩領となる。1871年の廃藩治験により岡崎藩は岡崎県の一部となったが、その年のうちに ぬかた県となり、翌年には愛知県に編入された。古代は初めの在地であり、食土が出土していたことに由来するとされる。1990年から2010年にかけて区画整理が行われ、西南部の岡崎駅に隣接する地区で商業が盛んに行われている。東部の自動車部品工場や駅周辺の鋳物工場が近年撤退し、 羽鳥アザショーズ坂3番地の倉田産業の工場跡地にウィングタウンをかざが建設された。ありがとうございます。